野獣講座。リア充憧れの MC2 人とリスナーが時に挫折し時に成長する R30 視点コンテンツリア充講座のコーナーでーす。成田に行きたい。結構すぐ行けるでしょ。はい、はい、じゃあ早速質問も来とるから、うん、久しぶりにリア充講座久しぶりやね、うん、久しぶりや、うん、これな難しいな。ちょっとこんにちは、リア充なお二人に質問です。はい、いいよ。いや、そもそも俺らもリア充になるためにやってねんからリア充じゃないねんけどな。前は、朝起きてから寝るまでリア充は一体どんな一日を送っているのですか。おうおうおう、ゴミ出しからへ前の日から待ってんのな。平日休日どちらも教えていただけるとありがたいです。金の粒でした。あ、金の粒さんからね。はい、リア充な一日ってどんな一日かっていうことですね、要するに。そうやな、しかもあれやんな、ワンランク上のリア充の。そうそうそう、なんか尊上そこらの、なんかあの、Facebook とかに、なんかこういう楽しいことしてますよとか。リア充アピールするようなリア充じゃなくて。じゃなく、ちょっと、朝からエスプレッソを飲むとかじゃなく、うん、そんななんかちょっとしたことでできるリア充じゃない。はい、じゃなくて、本物のリア充はっていうことやんな。やっぱし、まず、朝、起きたら、世界中の貧困、差別、飢餓のことを朝起きてまず忘れるよね。ヘルシーやけどもワンランク上かそれ。忘れなあかんよ、そういうことからは。そんなネガティブなことは引きずって一日もうすぐしたらやっていかれへんと。起きてまず忘れるよね。で、ご飯を食べ終わった後にふと世界中の貧困、差別、飢餓のことが頭がよぎるけど、あかんあかんと。そんなことより、ゴミ出さなきゃいけないけど。随分身近なリア充よね。朝ごはんちなみに何食べんの？朝ごはんは、やっぱり食べようとした瞬間、世界中の貧困、飢餓、差別が頭をよぎって食われるな。並べてみたものの、そう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 、俺がこんなとこで朝ごはん食ってるせいで、うん、そうそうそう、世界中では貧困飢餓が起こっとると。だから残すと食べない、食べない。これ俺は海外行くわな。で、まあまあゴミ出して、あ、ゴミ出して、うん、チャリンコで行ってるけど、うん、ちょっとこう歩道行ってると前におばあちゃんおるから、うん、リンリンって鳴らしたら、そのリンリンがふと自分への警鐘のようにこうリンリンって頭に響いて、あれ、こうしてるの世界中では貧困、飢餓、差別が頭よぎる、頭でおおだって思う、こうよぎるけど、あかんあかんと。そんなことより身近なこのおばあちゃんをね、大事にすることの方が大事やと。そんな本末転倒やと。そんなそれをよぎって頭がどっかに行ってる間におばあちゃん引いてもたらどないすんねんと。そうやな、でそのごちゃごちゃやってるうちにバーンって一回おばあちゃんにぶつかるよね。おばあちゃん2位からこう崩れ落ちてガクッて。で、やっぱしそれによってやっぱし世界中の貧困、飢餓、差別のことは考えたらあかんっていうことを強く、また学ぶわけや。そう、おばあちゃんが2位から崩れ落ちる姿もう二度と、そう、二度と見たくないっていうことで。そうやな、でおばあちゃんちょっと助けて行って、で、まあ会社に着いて、で、まあ何してる会社ついたら、みんな、まず、パソコン立ち上げ。まあ、そうやな。なるほどな。で、パソコンをザーン、ザーンでもないか、だからみんな Windows やから、チャン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 、みたいな、そうやな。音楽を聴いた瞬間、それが自分への継承となって、世界中の人々の貧困、飢餓、差別、自動労働が頭を、よぎってやな、Windows は使えないと。あ、こんなグローバルキャピタリズムに、うん、そう、毒された製品なんか使えない、使われへんってなって、おい課長と、上司に声をかけるわな。お前はちょっとでも考えたことあんのかと。世界中の自動労働。まあ、朝からどうしたお前、お前どないしたんやつって。っていうのも、飯を食うてないんだと。朝飯を。まあ世界中の貧困とか考えとったから朝飯も食うてないし、食えてないし、で、おばあちゃんも残念ながら今日は2位から
床、道へと、道路へと崩れ落とす。まあそんなことがあって、どうしても世界中の飢餓、貧困、差別、児童労働のことが頭をよぎてしょうがないと。でも、ざわざわざわざしてるわ。何言うてんの？あの、憧れの B ちゃんも。どうしたの？ A さんどうしたの？って。よく耳を傾けてると、世界中の貧困みたいなことを言うとるから。でもな、あの、そうやな、朝から世界中の貧困、課長、ちょっとお話いいですか？世界中の貧困、差別、児童労働、とか言ってたら、これリア充っぽくない？これなんか、一歩上の。まあ、ワンランク、あの、リア充かどうか置いといて、ワンランク上はワンランク上。ワンランク上やろ。まあ、そんなことで、まあ、まあ、夜になるわな。おう、夜になる。そら急に面倒くさくなったっていう。30歳からよ。20代が赤い。おう、夜になろうやないか。ほんで、まあ、やっぱりリア充やから、B ちゃんとのおデート。ああ、結局デートはできてまうんや。そう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 。青市の駅上がったところで、ベルコモンズで待ち合わせやんか。で、7時半、B ちゃん8時まで。B ちゃんは、B ちゃんもイケてる OL さんやから、バリバリ働く、オッジ呼んでるから。ちょっとバカにしてるやろ。オッジリスナーで。で、8時、ごめんなさいねさんとメール入ってくるわね。ちょっと、D 商事との、商談がちょっと遅れていて、8時になりそう、つって。なんだと ?7 時半に待ち合わせしたのに、お前8時に来るとなと。で、この30分どないすんねんってなったら、その時ふと頭によぎるのは、世界中の貧困、差別、児童労働、人身売買って考えたら、これもうデートしてる場合やあれへんと、どうやら、これは。まあ、そんなのうのうとデートをしてる1分1秒に、またその数だけ貧困が生まれ、飢餓が生まれ。いや、そうやね、何人もの命が失われてるんだっていうことを考えるとやな、なかなかそういうデートもできひんし。ボランティアをするって野獣は夜の8時からな。もうそうやったら朝からしとけよっていう、ボランティアをした結果でもその挙句やはり自分は自分の仕事することが社会のためになるんだっていうのに気づき、なるほどね、やっぱしまあね、普段の美少女との今回の商談をうまくやらすために、終わらすためにちょっと明日から頑張ろうと思って寝て起きた瞬間、忘れるのは世界中の貧困、飢餓、差別。あ、なるほど、それループしとるわけや。そう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 、絶対仕事できひんし、絶対世界も救われへんけどな。まあそうやって遠い世界の思いを馳せるのがワンランク上のリア充じゃないんかっていうことですよね。そうしてたら平日は終わるからね、やっぱね。そう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 、早いから。休日の時はどうしてるんかっていうことや。あ、なるほどね。そうか、何してんの健太とか休日は。もう大体寝てるからな俺は。もうワンランク上とか普通のリア充とか以前の話やからな。ひたすら寝てるな。ちなみに寝だめできる人。懐かしいな。寝だめはだからできへん。できへん。あ、できへんにゃ。あ、できへんにゃ、寝だめ。あ、そう、それはしんどいね。寝だめできへんやったら。え、寝だめできる人？あのね、いや、うん、比較的寝だめはできるんやけど、なんかもう、ものすごい長い時間寝て、起きた時に忘れるのは、世界中の貧困。もうだんだんバジも笑わへんから。